前川の守備がね、後ろに人数を置きたいからっていうのはあるんだろうけど、それにしても、ツートップの守備の連動がなくて、鎌田と大迫が、ほらほら、ここも空いてんじゃん。鎌田、今、41、41みたいに守備してるけど、大迫がそれ連動するのは1列下がらなきゃいけないから、無駄に回されてますね。アジアカップの時はね、相手が3バックにしてきてツートップはまんないって問題だったから、それよりひどいですね、これは。 カヌーさん、スネマ柴崎もっとステップアップしていくんやろうなと思ったけど、今はパッとしない原因は何ですか、うん、柴崎にボールを持つうまさ以外のところ、サッカー自体のうまさを教える指導者と合わなかったことだと思いますね,ね。ゾーンで守ってるけど、一人一人がね、持ち場が広すぎて、間で受けられまくってるもんな。中央優先してサイドに全体でスライドするのか、サイドに、ね、行ってる選手が全部マンマークにして守るのかっていうので。 それがふわついてるからセンターバックとボランチの間のところで受けられますね。相手が3バックに改変したりとかしてもそこに対応がないから、くさびが入りやすいところに、あの、出し元のところがもうガンガン運べて、出し先のところにスペースがあるっていう状況になってますね。サイドっていうか全部スカスカで全部をゾーンで守ってるから。基本的にサッカーで全部をゾーンで守るなんて無理だから、アフリカのチームでもできないからね。そう、だから、 セオリーとしては中央を固めてサイドにボールをやらしてそこからマンマークになるようにボールと近い方の選手をはめていくって形ですけどねもう普通に失点しますよこれこのままだそんなに常様の解説おもろいのごめんねイヤホンとかで聞けないからさあっ出そうだからあれかアプリ入ってるから聞こうと思えば聞けるか感覚解説 <laughs> いやでもねチームがね 失点した試合で、なんで失点すんな言うたのに失点してんねんって怒る人だからな、それは感覚になるよな。チームが修正できなくて負けた試合でもっとやろうやっていう人だからな。配信やめてきて、そんなにおもろいのちょっと一回なんか、一回プレーキ、このタイミングか、ちょっとイヤホン持ってる。まあね、精神論も必要な時あるんだけどね、ごちゃごちゃ言うよりも。 基本解説は基本、ふふわふわしたもんですからねなんか宮本さんの監督経験してる感をみんな、そこは触れないで、もう選手時代の話に行くの、結構目立つ、センターバックとしてみたいな話とかね、結構頑張ってやってたんで。